とんかつ茶漬けを食べに行こう、そこらのグルメ。とんかつ茶漬け編。ここは本店が新宿にあるという新宿鈴屋の秋葉にあるところ。メニューはそうこれだけど、これしか私は目にならないよ。行くぜ、とんかつ茶漬け。とんかつ茶漬けを食べるんだよ。あんまりあれだからな、そんなな、このからし醤油、からし醤油をソースで選んで、小サイズで行こう、小サイズでな。鈴屋名物とんかつ茶漬け、はい来た、これこれがとんかつ、鈴屋名物とんかつ茶漬け。キャベツしか見えない。まあこの置かれた鉄板の上には、とんかつの上にたくさんの炒めキャベツと刻み海苔が乗っている。その他ご飯、味噌汁、漬物がセットで、とんかつ以外おかわり自由だ、バカ野郎。まずは炒めキャベツを一口味わう。キャベツの甘みと刻み海苔の香り、そして醤油ソースの風味が噛むたびに感じられる。味付けがしっかりしているので、これだけでもご飯が進む進む進むくー。続いて肝心要のとんかつ、とんかつを食べてみる。このお肉を食べてみると、キャベツがついてるね、ちょっと取ろうね、うん、そしてこのとんかつを食べてみると、肉の種類はヒレ、あっさりかつジューシー。醤油ソースが程よく染みていて、塩分の濃さも絶妙。こちらもまたご飯が止まらなくなる味わいであるぞ。ご飯がご飯が進むくん。ご飯と一緒にパックンチョからのキャベツを乗っけたこのヒレカツ、いただきます。キャベツの味わいと、とんかつのヒレ肉が、これまたご飯が、ご飯が、あ、進む、ご飯が進む、進む、あ、あ、あ。さて、これより、とんかつ茶漬けを実食。とんかつを、まずご飯の上に、さらに、早くしろ、キャベツ。キャベツ。さらに、キャベツ。オンザキャベツ。さらにキャベツ。さらにこの高菜、お漬物の高菜を乗っけてから、静岡県産のお茶をかけると完成だそうですよ。本当に美味しい組み合わせなのって思いつつね、ちょっとかけてみた。なんか見た目は良さそうよね、見た目はね。まあ肝心なのは味よ。とんかつとお茶漬けって合うわけ？合うわけ？まあまずはこのお野菜とご飯を一緒に、おお、野菜の旨味が染み出てる。肉、あ、おかわし。お肉と出汁が、お茶が合ってるのかなと思って、食べてみたら、さすがはとんかつの老舗！野菜や肉の旨味、漬物の塩分など、素材の味がお茶に染み出ていてうまいし、珍しい食べ方ではあるかもしれない。だが、いざ味わってみると違和感なくさらっと食べられた。自然なハーモニーが楽しめる一品、鈴屋名物のとんかつ茶漬けは、キャベツ、とんかつ、漬物それぞれしっかり仕上がっていながら、お茶漬けにしても自然なハーモニーが楽しめる一品である。もちろん他にも普通のメニューもあるからね。ここは秋葉原 UDX ビル、その中にあるから、あとは自分たちで勝手に探してくれ。ありがとうございました。そこらのグルメ、とんかつ茶漬け編でした。